これは。あの異物の仕業。生き残りはいないのか。
終わったようだな。教団の者たちか。旅の方、助かりました。お前たちは。おや、そのブローチは雄筆様の。失礼いたしました。クライブ閣下でございましたか。動く異物が現れ、調査が滞っていたのです。ですがあなた様のおかげで無事に完遂できました。無事にだと？仲間が何人も死んでいるというのに調査を続けていたとは。なぜ止めなかった？我々の使命はアルテマについての調査、故にそちらを優先したまでのこと。死んだ者たちはそれで納得するとでも？ねえ、彼らもまた最後まで使命を全うしたのですから。閣下、ここに参られたということはご用件があったのでは？ああ、シリルに頼まれて調査報告書の回収に。でしたら雄筆様にはこちらをお渡しいただけますと。我々の使命はすべて大義のため、不死鳥の炎の絶えんことを。命を犠牲にしてでも使命を全うする、それが大義だと。閣下、お戻りになられたようで。ああ、教団員から調査報告書を預かった。渡しておこう。陳謝いたします。アルテマの痕跡を得ることができればよいのですが。クジェトフでは教団員の一部が犠牲になった。仲間が襲われている間も他の者は調査を優先したそうだ。お前がそう命じたのか？いえ、彼ら自身が選択したこと。大義のためならば
命を落とすことも厭わない。教団員は皆それを受け入れております。その考えを改めることは、これは我が不死鳥教団に古くより伝わる信条であり教理。閣下、あなた様が何を命じられたとしても決して覆せるものではございません。宗主の命を果たすことこそ我らが使命、そして不死鳥教団のあるべき理由なのですから。教団のあり方に口出しできないことは分かった。だが一つだけ聞いてくれ。俺は人命を犠牲にしてまで主命を優先すべきだとは思わない。調査するにしても護衛をつけるなどやりようはあるだろう。ジョシアがいかなる世界を目指しお前たちに命を下したのか、それを今一度考えることだ。閣下の助言しかと受けたまわりました。我々は根性の宗主ジョシュア様を信仰しております。我ら赤翼の徒はたった一人の主に従いその命を全うする。ご理解ください。あなた様がナイトとしてその席を全うするのと同じことだと。そうか。では閣下、どうぞ大義を見失われませんよう。帰ってきたと思ったら。エディータが書いた本、すっごく面白かったよ。じゃあ、カンベルはもうダメだって聞いたけど。エンタープライズの乗り心地はどうだった？指導、お待ちしていました。球体異物は回収していただけましたか？これでいいか？こちらで間違いありません。指導、ありがとうございました。早速、加熱炉の製作に取り掛かりますね。指導、ご覧ください。名付けてテラモーン加熱炉、この工房の自信作です。なかなか立派じゃないか。
これもシドの協力があってこそ。何かお礼をさせてください。前にも言っただろう、気にする必要はない。でしたらシドの薬カバンをさらに使いやすくするというのはいかがでしょう。また薬カバンか。実はテラモン加熱炉の試験運用として製鉄をしていたのです。その際ごく少量ながら偶然に硬さと柔軟さを併せ持つ特殊な金属ができまして、この金属を薬カバンの取り付け金具に用いればさらに使い勝手が良くなるかと。そういうことならありがたく受けよう。わかりました。それではしばらくお待ちください。どうです？なるほど、これは使いやすいな。ありがとう、助かるよ。こちらこそありがとうございました。この特殊な金属を実用化できれば隠れ家での生活を格段に向上させられるでしょう。ここで生活する皆さんが何の不自由なく暮らしていけるようにする、それが我々の目標です。シドの協力で完成したこれらの装置をもとに、いつかその目標を達成してみせます。ああ、期待してる。みんなのために頼んだぞ。そういえば、ミドの船は完成したの？おかしいな、いつもまで売ってるのに。クライブ、戻ったか。こちらの支度はできている。早速お前の武器を撃つとしよう。革職人カミルから得た頑丈な革、外大陸の文化から得た鋭利な刃、ドラボズの外胆から得た強固な鉄、そしてゾルターンの彫金の腕とブラックソーンの火事の腕、俺たちの全てをこいつにぶつける。行くぞゾルターン。おうよブラックソーン。
ついに完成したぜ。これが伝説の剣、ラグナロクだ。ラグナロク。シド君、大切に使ってくれ。ありがとう、二人とも。これで二人は師匠を超えたってことだな。何を言ってる、オーガスト。超えるってのはこういうことを言うんだ。クライブ、これを。これは二人で考案した伝説を超える剣の設計書だ。こいつを作るにはまさに伝説級の素材が必要だが、必ずやシド君の戦いに応えるものになるだろう。分かった、その素材とやらを集めてみせる。俺も伝説を超えるためにな。その意気だ、クライブ。それじゃあひとまずは伝説の剣を作った記念にエールで乾杯といこうじゃねえか。おう、いい考えだ。こんなに心がすがすがしいのも久しぶりだ。今日は飲みまくってやる。ああ、共に酔いつぶれよ、兄弟。ジョシア様、海が割れるなんて。ジョシア、具合はどうだ。もう大丈夫じゃないわ。いくら外傷が消えても体は疲弊したままなのよ。召喚獣オーディンが相手だったんだ。全力じゃないと戦えないよ。でも歯が立たなかった。今生きてるのだって奴に手心を加えられたからに過ぎない。ジョシュア、悔しいよ。同じドミナントなのにこうも力の差を見せつけられるとね。ごめん兄さん、気弱になってる場合じゃなかった。原初のくさびが人を明石屋にするのなら少しでも早く手を打たなきゃ。それにきっと彼もどこかで戦っていると思うから。
こう。あ、待ってて。どうぞ飲んで。そして明かりを船に乗せて御霊を閣僚にお送りしているんです。亡くなったおばあちゃんがそう言ってました。世界を蝕む悪しき存在、私もまたアルテマの手駒にされたわけか。いや違うな、つけ入られたのは私。これは全て私の罪だ。この罪を償わねば。怪我の具合は良さそうね。私の薬よく効いたでしょ。薬売りか。売り上げはあんまりだけど、毎日の食事はなんとか。すまぬ、今は手持ちが。いいえ、困った時はお互い様。もう行くの？ああ、世話になった。恩は必ず返す。気をつけて行ってらっしゃい、お兄さん。フェニックス、今こそ我が翼を預けよう。ルサージュ卿、無事だといいが。兄さん、すぐにでも灰の大陸へ向かうんだろう。そのつもりだ。なら支度を急がないとね。どこに行こうが止めやしないけど、薬だけは欠かさず飲むこと。若様、いいわね。分かってるよ、先生。話は終わったの？ミド、灰の大陸へはどれくらいかかる？エンタープライズの足なら数日ってところさ。ナルディア海域の詳しい海図をバイロンに用意してもらったからな。ただどこにつけるかが問題だ。そうね。灰の大陸にはウォールド王国がある。停泊しているエンタープライズを狙われたらひとたまりもない。となるとビビアンからウォールドの動きを聞いておいた方がいいな。
大先生のところへ行くの？私も行く。その間僕は語り部と会ってくる。アルテマのことで聞きたいことがあるんだ。私も支度を始めておくわ。いろいろ必要になるでしょうから。若様、相当無茶してるわ。気をつけてあげて。分かってるさ。